はい、ありがとうございます。カカッカカッカカレボリューション。おはようございます。おはようございます。今日の動画はですね、まあ、久々に、はい、ッチ呼んで、まあ、先飲みしようか。はい。いうことで、はい、行ってもう、俺ら3人ね、買い出し組。はい。はい。この辺買ってきてくれたけど、はい、俺ら3人で、まあ、ビール、500の缶ビール、もう5本開けとる。5本もう30分くらいだけど。で、まあこれ、ね、今日は俺ちょっとさ、はい、まあ、真面目な話。はい、本当はね、はい、この酔っ払ってない、買ったら真面目な話したいなと思うのは、まあ、ミッチーがまあ実際じゃあ今どうなのかっていうのをちゃんとまあ腹割って、はい、でもここ先輩じゃん、はい、でもどう思ってるのかちょっと聞きたいな、酒飲みながら。おお、ぶっちゃけこいつが羨ましいとかもあるから。うん、逆にお前からしたらやっぱりやっぱ会社面会どうってよかったなとか。まあ多分羨ましいと思うんですよ。お前らさ、ちょっと気ぃ使って社長も肉食べますとかないの？いや、ちょ、ちょ、おい、ちょ、お前って17歳でどうぞ。じゃあ、俺見てるやつに社長いますか？ありがとう。ちょっと、まだ、ちょっと僕のも食べてください。いや、おいしいよ、僕は。ダメすぎるよ。実際もう、抜けてどのくらいなんだ？もう肉、肉が来たって。お前今どうやるかなり、まあ、抜けてよかったかななのか。はい、まあ、いろんな複雑な気持ちもあるんすか？複雑な気持ちはないですけど、うん、でも僕は思うのはやっぱ抜けてみな分かる部分がある。雇うのもそうだし、やるっていうのもそうですけど、まあ、社長がまずもちろんじゃないですか。うん、まあ、その南瀬港当時で言ったら、うんうんうん、なので僕はもうガンガン強いことは言えますよね。うん、じゃあお前なんでこんなこともできんのだ、なんでこれもやれるんだってめちゃくちゃ強いこと言えるんですけど、それなら今、いや、そのおるとき、その当時おるとき、おるときの方が強く言えた、おるときの方が強く言えた。あー、でも今って何言ったら、もし強く言って、そう言ってやるって言ったら、でも現場では言うんですよ、僕もね。まあ、何々話言ったら、社長が今ちょっと喋ったら、うん、もちろんプライベートで言わなあかんだろう、ちょっと前ぐらいにね、ご指摘があって、何であってる、なんかその、まあ僕が、その現場でもバーって言うもんで、いや、それは違うだろう、うん、だったらじゃあ、まあ、プライベートでも言わなあかんのじゃないの、プライベートっていうか仕事終わったってでも現場で言わずに、その仕事帰りとかに今日行ってごめんなと、そういう一言や、その大、それが大事やん、やるってことやってるけど、なかなかでもそのできないんですよね。なんか現場になるともうバーって一生懸命やらなあかんし、その当たり前になってくるしな、それが当たり前じゃない、自分の中の、はい、だけど、その、下の子からしたら別にそれが当たり前じゃないです、下の子たちは、うんうん、だけど僕も辞めてってもらっても困ると、その子たちが、うんうん、今で言ったら、うんうんうん、なんで言ったらやっぱりでかくしたいのもあるし、うん、やっぱ自分、まあ結局言ったら自分の食い縁もあるんですよね、うんうん、自分の食い縁がだって一番高いわけじゃないですか、うん、で、それも稼ぎにくくなるし、うんうん、でも昔は違うじゃないですか、うんうん、南の時は、うん、まあ、何やっても1日でこれだけもらえる、うん、別に辞めさせてもらえる、うんうん、まあ、正直言ったら自分の腹痛まんのっすよ、まあ、まあ社員だから、なんかそこが一番でかいっすかね、自分でやってみて腹が痛むか痛まんか、そうだ、自分のデジラーの、うん、だ正直自分の腹痛んだことないもんね、だって南を見て、うん、誰かその辞めてったってなっても、まあ、その代わり今一生懸命頑張ってるね。まあ、2ヶ月だよね、結構だってな、ワンサイクル3ヶ月ぐらいとしたら、はい、まあまあもうそろそろワンサイクルだな、ワンサイクルする、うん、じゃあいいじゃん、どうだ、どうやって感じる、一回ちょっと油これ結構すごい、じゃあ多いってね、2枚だったら、いやいいよ、吸い込んだろ、ビビってるだけっす、だって吸い込まんのか、吸いても買わない、吸い込まんのか、ビビっていますかね、いや、いいんじゃない、もういいんだけど、大丈夫ですか、いい、あ、そうですね、社長、申し訳ない、全然社長、申し訳ない、なんでビビらすのですか、カサレもカサレも申し訳ないから、仕事で申し訳ない、マサレです、マサレです、黒部です、あ、次これ、いいよ、よしよし、テロス大丈夫ですか、あ、なんとやる、いや、よし、ダサシに言うな、
パスする。ね、お酒ごとこれ入れて。一応どう？俺自分で言えるよ。お前のお前で言えない。お前で言えない。これだけ持ってきて。いい氷入れて、これだけ入れて。手で使ってるんですか？いや、お前ちょっとスプーンあんだろ、お前。すいません。バッキャロー、バッキャロー。バドウィディパンぞ。ぶつかわすぞ。まあいいや。長い長い。違うよ、お前。はい。注文入れまーす。はい、すいません。いいとこだよね。はい。ちょっと戻しました。ちょっとお前、殴られるぞ、お前。もう殴られるぞ。お前、バカ君、ちょっと。そうなんですか。すいません。すいません。めっちゃ間違えました。で、リュウ、ちょっと勘弁してください。リュウさん、最近俺が扱えたんすよ。最近俺のことを。いや、めちゃくちゃ多いっすよ。しかも、めちゃくちゃ多いっすよ。半分以上いるんですよ。これに。はい。じゃあ、これ取れよ。これ俺にちょうだい。もう俺はそれこいつがさっきやらなかったこいつ。ああ。イエスキリストのようにお前の十字架背負ったろ。ねえ、おい、どれだ、どれだ。お前の十字架背負ったろ。これお前甘いやつじゃないのこれ。炭酸水なんですか。あ、いや。いいよ、もう入っとるって。自分で氷いっぱい入れて。もうガーッて。ちょっと近いな。めっちゃ怖いよ、お前。氷入っとるすぐ、すぐなの。そう。そうだね、一番これすぎる。ちょっと半分以上入ってる。でもでも違う、今日社長はあれチョコレートパフェ食ったらいいか。こんなのしょっちゅうだろ。これチョコレートパフェやろ。間違えんだ。いや、社長が入りました。じゃあいい準備ね。分かりません、みんなやっぱり取るかもしれないガソリンのことですからね。こいつがいるのかもしれない。じゃあもういいや。もういいよ、あ、ちょっと見させてください。ちょっとやばいぞ。すいません、お願いします。よし、今ありがとう。実際にはデイジ、まあ、真剣な話、はい、こいつがやっぱ独立して、で、やいろんな思いってある。俺もやってみたいかなとか、ぶっちゃけない、別に僕はどうしたいのか、うらやましいなとか、ありがたいですね、全然ない。分かって、ずっと下を生やして突っ込んでたわけじゃん。はい、いや、別に、今、社長の会社におっても、もう多分、うん、翼は羽ばたけるじゃないですか。いや、羽ばたける。いや、翼は羽ばたけ、翼は羽ばたけ。君の手だけ羽ばたけと思って。俺も、それは謝れ。えそういう言い方よくない。いや、翼は謝れ。翼は羽ばたけないですか。羽ばたける。翼って入る。重いわ、強いか。いや、翼は、実際ね、ないんだ。でも羨ましいから、楽しそうにしようし。変わっただろ、こいつ。めっちゃ変わったなと思うんだよ、あとで。わかんないです。元から僕は別に、塗り替え道場の働いてるから、近くにいて、こいつがやってることを見てるわけじゃないですか。うん、でそう考えると、まあ、そんなめちゃくちゃ変わったかって言われたら別に、なんていうか、うん。別にこいつ自身は全然変わってないけど、はいはい、こいつが変わったっていうか。もう行動が、まあ、調子のことだよ。はいはい。まあ、良くも悪くも、まあ、調子のことだよね。自分で思うだろ。うわ、俺なんて、もう俺も神だみたいな感じのノリだったの。いや、神じゃない。神俺は神や。別に似ててから変わったよ。味方も変わったし。なんか僕自分で思ったのが、でもその時は、やっぱ練り替え道場の一員。まあ、みんなにチヤホヤされる。アシバハンも、まあ、気遣ってくれるじゃないですけど、うん、まあ、みんなのオスターみたいなアシバハンも、うんうん、で調子のことですね、自分で思った。調子のことだよ。めちゃくちゃやっぱり。じゃあ朝もじゃあ寝坊する寝坊シーンとかそういう話になって、じゃあ寝坊したら500円罰金ねっていう話もつくかみたいな、僕が、うんうん、でも僕もなかなか来ないとか、じゃあ金払えばいいんでしょみたいな感じだった部分もあるし、うんうんうん、その手を考えるとやっぱ調子こいったんですよ、自分でも。まあ朝も遅刻してもいいやじゃないけど、ね、今楽しいから、例えば飲んどっても、はい。なんでもう一軒行くぞって言って、こいつ帰りましょうって言うの。まあ、最近はそうですよ。いや、朝さへんで、とかやっぱ言うから。寝前だったら絶対来るじゃん。いや、一回寝ると多分寝坊できる手があります。そうそう、それだったら寝坊できるっていうか、ね、それが調子乗る。本当は寝坊できないわけですよ。だから、現場で本当直接自分に影響できる。うん、で今でも謝る、なんとでもなる。
はい、会社と同じわけ、結局会社員も本当は同じじゃん。ただ、なんか違うよね。やっぱなんか、その、そうですね、塗り替えの自分の時はなんかその上になったみたいな感じ自分で思ってるんですね。上になりすぎて、別に謝る人もいないみたいな。うん、あら、俺は別になんか何て言うか、もう別にテレビっていうかその上に立ってから別になんか、うん、俺は何でもできるんだろうって別に僕は何とも思ってなかったんです本当に。でもそんな感じだった、俺は何でもできるんだって感じ。いやもうそれすら思ってない、別になんか別にこいつがどう思うが別に僕は何も思ってなかったです。あー例えば、あーで、あいや今分からん、あのだからテレビが、まあ、寝坊してもいいし、うんうん、自分が上の立場に立った時に、うん、その僕のテレビが何でもできるみたいな感じで思ってるかもしれないですけど、テレビは、うんうん、僕は別に何も思ってもなかったです。その考えでも、いや俺すら見てなかったってことね。いやテレビは見とったけど、テレビが何しようが結局それは結果になるわけやん。あそれは誰の結果やこいつの、そうそうそう、あでこいつがテレビ帰国しようが契約が決まらない。あちょっといけそう、ちょごめんごめん、いいとこです、ちょっといいですか、その辺に僕も取りです。すいません、なんか盛り上げろよっていう顔で見られたんで、そんな顔しないよ。よかったらお前ってなんか生き生きしとるよ、なんか、いや、テラボールってなんか今日最初から飲む前からボルテージ高いんだ。お前ってでもどんな感じだった、他の企業で勤めてる時は。でも会社員だと思いますね。いや、じゃあ今のテンション的にだよ。変わらんすね、こんなテンションでやっとた。はい、こんなテンションでやっとた。やってますね。それはあんま変わらんと思います。そのこういう場で、じゃあ盛り上げるわよって言われるじゃないですか。上司もそういうタイプでした。うん、言われることは、うん、盛り上げろよって言われることが多く、うん、大会、あ、超大会系。そうですね。うん、なんでも当たり前の別が違うなっていうのは、まあ、この会社入って思うことですね。まあ、社長もたまに言うんですけど、うん、当たり前の別が全然違いました。どっちが高い？前の方がってことだろ？そうですね。大きい会社の方が高いです。それは正直、うん、絶対的にあると思います。中小企業よりも、あ、ごめんなさい、変な言い方出ないかもしれないですけど、うん、あの大きい会社の方がめちゃくちゃ厳しいと思います。うん、細かいところが。うん、だからなんかあれ違うなっていうふうに思うところは正直、まあ、大きい会社勤めたら、うん、ああそうだね、だって勝手に冷蔵庫開けれるってことだね、社長にして。なあ、そういうことだね。やっぱ中小企業の社長だね。僕は、あ、そういうこと、あ、それは全然違います。あ、じゃあさっきなら勝手に冷蔵庫かけたの。それは、あの、俺がもうバカでした。あー、そういうことね、そういうことね。中小企業の社長なんか、まあ、かどうでもいいから冷蔵庫開けたくないみたいな。そういうこと、大企業で勤めたら、そういうこと、そういうこと、どういうこと、じゃあ、説明責任があるよ。はい、おっしゃる通りです。おっしゃる通りです。何をおっしゃる。いや、あの、そうですね、冷蔵庫を開けた無言で開けたのは理由があります。何、まずつまみがなかった。ブルコギ開けよう。ブルコギ開けます。ブルコギ、まあ、つまみがなかったら開けていいんだ。トイレノックして、いや、それはダメです。ダメです、ダメです。ダメです。マナーがなってないです。マナーがなってないです。マナーがなってないです。はい、そうだ。はい、でも、ダーちゃん一つ言うの。でも、でも一つだけ言い訳させてください。うん、社長は。じゃ、言い訳なんですね。え、ちょっと、言い訳っていうのは、さっきからすることだ。あ、そうですね。だろう。言い訳したいです。すいませんでした。わけわかんないです。声で乗り切ります。いや、お前の声で、今日、多分この日から出てかんから。そう。そう。いや、スポーツで入っとる。もう無理です。いや、もう多分入ってないっすよ。朝、明日、朝の4時ぐらいから、引っ越し引っ越しずっと引っ越してしまっちゃうって。お前、引っ越し引っ越し。じゃあ、見ちゃえよ。お前、そうなったら、お店買ってもらうだろ。もっと嘘みたいな。もっと嘘みたいな。こいつがするんだら、もっとやばいよな。リュウさん、来てくださいよ、今日も。これ、ここなんですよ、終わるんですよ。じゃあ、テラメさんもですよ。何が、テラメさんも来てください。いやー、リージャー、全然じゃあ、全然、お前、でも変わった？足場はちなみにこいつ抜けて。いや、僕は正直変わってないですね。テラメさん抜けて、足場原の誰かが何か変わるかって言われたら、うん、まあ、正直多分何も変わってない。俺は外から見とったらすごい変わったなと思うよな。中から見るとやっぱりなんていうか、
今まで通り同じことやっとるなって僕は正直思っちゃう。でもすっごい甘い飯で成長したなと思うな俺は。でそのまあカンタなんかそうカンタなんかショーなんかそうじゃん、まあ、カリカリしてるわけじゃん、うん、それってやっぱ何って言って別にテレが抜けたから売り上げ下がっていいやだったら多分いいと思う、うんうん、あいつは多分売り上げ下げたくないでしょ、まあ、それもあるんですけどでも中身を知ると、うん、そのなんていうんですか、うんうんなんかちょっと違うんですよね。なんかもう僕が思うのは結果が変わってないから変わってないと思うんですよ多分そのと本人いますよみんな、うん、ただ結果って何でもあるじゃないですか例えばもっとチームワークが良くなったのか、うん、それともじゃあみんなのトータルの寝坊が減ったのか、うん、まあ何に対してもそうですよ、うん、その結果が変わってないから変わってないってだけで、うん、その過程としてはめちゃくちゃ変わってると思うんですよ、うん、それが例えば来年その変わってくるのか、うん来月変わってくるのかっていうのは分かんないですけど、うん、それなりに家庭は変わってるってことどういうこと意味分かるのだってその結局はその龍二君もそうですけどじゃあ僕がおるときって言ったら龍二君も多分帰るんですよ6時ぐらいに、うんうんうん、でも今だったら12時までじゃあ見積もり作る12時例えば俺がブラックだと思えるだろうはい12時まで5時に帰ってるんで5時に帰って5時5分に来たんですよねそうそう5時5分にまで行ってるそれプライベートだろお前のプライベートプライベートだね一回体験してるんだねもう体験クリスじゃんそういうことだなでそのでショーもそうじゃないですか、うん、やっぱそのじゃあ僕が行ってじゃあ別に段取りなんかいくらでもいいわ、うん、じゃあ段取りなんか俺やってあるですじゃあ YouTube 出るそれ出るわけじゃないですか、うんうんうん、だけどあいつが今出ないってことはあいつの自分の考えで出ないわけであって、うん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 、でみんななんかそのなんていうんですかねやっぱみんな各それぞれ成長しとった、うんうん、ただ龍二君が多分変わってないっていうのは結果が伴ってないから変わってないと思うだけだ、うん、あるかな数字は変わってないっていうのがあるけど、うん、動きやかって俺がお前らが一番変わったんじゃないまあ一番じゃない、まあ、俺はショーもすごい変わったな分かんないですけどカンタも変わったなと思う、うん、お前なんか本当にもうだって見積もりとかも普通にやるじゃん僕はなんか細かくなったのか分かんないですけど、うん、そのちょっとしたことも僕なんかもう気に食わない気に食わないっていうかもう直してほしいと思うんですよ、うんまあ、今例えば具体的には今だったら、うん、足場アドバイザーだって、うん、外部現場とか、うんうん、で外部応援とかあるんですけど今全部 3個作ったんですけどあじゃあどういうことだったら全部まとめてだったんですよあーそうね全部まとめて足場アドバイザーその1個項目に受け負いと、うん、その応援と、うん、その外部の仕事の全部1個のところに入れとった、うんうん、でそれがもう正直僕になった時に、うん、全部見返すのがもう大変っていうのが分かったもんで、うん、だから自社の仕事外部の現場応援っていうのを分けたんですよ3人、うんうん、でそういうとこを全部きれいに話したんですよ僕が拾うのに大変なもんで、うん、きれいに分けてねって言っとって、うんうん、だけど足場アドバイザーに入れる時があるんですよ外部の現場なのに誰が誰がそのカンタとでもショーなのにだから自分のところの人間がってことだよねそうそう、うん、でまあ間違えて入れるのはまあいいかなと思うんですよ、うん、だけどその訂正しないんですよそのままアドバイザーでそのまま残したの結局組み立てやった時にあ間違えたんだなあまあしょうがないなと思うけど解体終わった後、うん、あの組み立て終わった後でもアドバイザーに全部入れちゃうんですよ、うん、でもそれが人間じゃん分かるんだけどでもそこで僕がちょっと戻してくれ今まではそれは誰がやったのこっちがやったのそうです基本はそこから拾ってたりするんですよね手直が基本あ手直しは拾っとったんだそうそうそう外部現場とかもこいつが仕事しようなんて俺全然思ってなかったけど仕事はしてないですよ。ギャラ飲みしか行ってないです。はい。ギャラ飲みの職員だし。僕の購入があったら、メッセージしてこい。メールなんすね。アフィスボリー。いや、まあそういう事務的なこと、細かいことはまあ俺分からんけど、うん、それよりもなんか、モチベーション変わってるなと思ってな。あー。うん。で、本当に確かにリュウジは早く帰ろうぜ、みたいな。もともとはですね。もともとは本当にもう早く帰ろうぜってそのおってもしょうがねえやんって、うん、だったらもう、その、うん、明日に備えて今日早く帰って、うん、ゆっくり疲れ取って、うん、明日の仕事しようぜっていうタイプだったんですよね、うん、私は、うん、で今と違うってもね普通に、うん、もっと女と遊ぼうぜやんあはい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 
どうして変わった？はい、あ、だからその仕事に対する意欲、そうそうそう、どうして変わった？そこで、まあ、前は もっと早く帰りたいなと思ったのに、うん、やる人がおらんでしょ、じゃあどうする？やる人がおらんでしょ、じゃあそのやる人がおらんくなった状態で やるって自分がなったわけじゃないですか、それに対してどう思うのかっていうのを聞きたいです。ああ、そういうことで、なんで自分がなったのかっていう、そうですね、はい、それはだってもともと早く帰りたかったわけじゃないですか、それなのにやるってなったわけじゃないですか、それに対して、もともと早く帰りたかったから早く帰ったわけじゃないですか、やる人間はおったわけよ、テレビ違う頭で段取り組むのがそうで、はい、なんかおるんだよ2人が、はい、だって俺らが別にノーノーと別にやることないのにぶっ通る人なくないですよ。あ、まあまあそうですね、そうそう、まあ、だ俺からしたらどこに晴天サウザー見てる年方そのままですよ俺らはおらんだろだったら俺は早く帰った方がいいなと思う。 でも寺内が抜けて寺内がやっとることが俺がやるってなったら、じゃ俺はやらなかった、もちろん遅くまでかかってもやらなかったっていう気持ちに切り替えれるよ、うん、ああ、そこも別に俺は別に早く帰りたい早く帰りたいっていうのは別にない。あ、でも元々は別にそれはなかったけど、あ、そういうことですね、まあ、やる役割分担があるもんで、別にだったら別におろってもしょうがないよねっていう、うん、そういうことです、そういうことだよ、たぶんな、そういうことですね。じゃあ、はい、その大きくまとめたらどんな感じ。いや、もう今、寺口さんが言われたようなもうまとめる必要、全くないですよね。いやいやいや、まとめて、じゃあ、まとめてちょっと伝えたっていうじゃん。わかりました、じゃあまとめて伝えます。じゃあ今、リュウジ君は何年前と変わったかっていうと、おっぱいが大きいのが好きです。俺死にます今日。死にもできるじゃん。お前たち死にとこないで。死にとこないで。死にとこないで。死すらお前を迎え入れて。死すらダムドリーって。ホイクの人を教えてやろう。死すら迎え入れて。ラブさんが説明してくれました。そういうことですね。そうですね、役割が。でもまあ締めるよ。はい。はい。じゃあ。まあ、その、まあ俺ちょっと今日聞いとって、まあ、コメント欄荒れるなーってすげえ思うの、はい、ブラックや何やで、でも、ほんでまあうちの会社は本当にブラックなんですよ。でも、建設業ってまあブラックでもいいと思っとるし、でも、俺はまあ、まあ偉そうに言うわけじゃないけど、まあ、うまく洗脳しとるかもしれないけど、強要はしてないの。強要はしてない。僕強要っていうか、なんかその、うん、好きな人間だけで集まってる会社だもんで、うんうん、そのブラックだろうがホワイトだろうが、そこがいいのかなって思うんですよ、うん、だから俺、中小企業ってそれ大事だと思うの。まあ、分からん、その聞いてる個人事業主の親方がおったら、まあなんか変になんか、マニュアルとかそういう法律とかばっか気にしてるよりも、まあ、若い衆が楽しんでるかどうかだけ気にして、うん、でもなんかそうじゃん、今、はい、抜けて、まあ、2人若い衆って。今、龍神たちは、今ちょっとどっちかって言ったらあれ飛んだわ。はい。多分な、まあお前、お前の方が知ってるかもしれないけど、まあ相談があるわけでしょ、はい、ここに。で、まあ、足場藩って、まあ、波乱万丈、まあ今、荒れとる。だからまあ、10年ぐらいいいと思うし、はい、まあ、喧嘩して辞める人が出や、俺が損するのも一生懸命働いてる人たちが損するじゃん。リーダーもお前も損するし、翔がもし辞めても、翔も損するし、お前も損するし、カンタも損する。で、カンタが辞めても損するし、っていう多分世界観だと思うんだけど、だからまあ本当に建設業は大変だこうだこうだって外部の人は言うかもしれないけど、やっぱ俺はもう所詮バカだから、中卒でねここまで来て、でもやっぱいいもの作れば お客さんに評価してもらえる世界じゃん、本当に。でもそれをね、その8時間死ぬほどやって人の3倍働いて3倍もらえんじゃん、別にでもちゃんと評価してくれる世界じゃん、もう形になるからね。会社員ってなかなか形にならんから、誰がやったかどうかって分からんけど、営業の世界って数字出るけどな。だけど、こうやって建設業って同じように、やっぱ数字が出る世界じゃん。そうですね。だから俺は面白いと思うし、やりがいもあるし、でそこでどうやってじゃあ、金儲けにつなげていくかっていうのは、俺は重要なことと思うし。で、そこはやっぱ、自分をどう高めていくかかなと思います。はい。はい。まとまりました？勉強になったと思った人は、ぜひ、いいねの。いいね。ぜひ、いいねの。決めとんねんな。いや、ニュースが続けとんねん。最近調子の手表、ね、コメントは、よく喋るじゃんって見せつけられたぞ。あ、そうか、そこだよ。僕は僕だね。いや、そうそう、だだその、みんなそうじゃないですか。もう、リュウジがリュウジくないし、僕は僕だし、社長は社長だし。だから、そんなでば、でも、相手を好きになるんだったら、自分から好きにならなあかんすよ。まとまりました。まとまりました。お願いします。
まず従業員を好きじゃ従業員が好きになってくれとか。怖いやん。いや、俺が殴られますこれ。俺が殴られる気ですか。じゃあ、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 これ俺ですか、締め俺ですか、最後締め、とりあえず締めてみ、はい、どうぞ、はい、しゃべってみ、はい、もっとしゃべってみ、しゃべってわからんよな、はい、しゃべってみ、この際、はい、最後、締め締め締め、はい、ごめんなさい、いいねと思ったら、いいねと思ったら、人のおっぱいを見て、彼女を。じゃあ、お前、最後、締めんかい。締めんでないで、お前。あ、ごめんなさい。ごめんなさい。ちゃんと締めんのじゃん。じゃあ、いい。じゃあ、いい。何この子、ごめんなさい。はい、ありがとうございます。終了、終了、終了。はい。はい。あ、いいや。わかりました。わかりました。僕は、はい、伊藤家のことが、うん、大嫌いです。お前、お前何喋るんだろう。本当は伊藤君のことが大好きです。茶番かお前、ちゃんと締めろって最後。ごめんなさい、 YouTube だぞ。ごめんなさい、 YouTube だぞ。全国放送ださ、お前全国やってた、しゃべってみない、お前が信じるものいっぺん言って、これが最後締めだと思って、自分はもう本当の締め。わかりました。全国放送だぞ。わかりました。全国放送ですね。銀の盾だぞ。銀の盾。もう回ってるんですね。わかりました。じゃあ下手なことは言えんす。下手なことは言えんす。そうだ。はい。わかりました。そうだ。女の子と話すときは、おっぱいを見て話しましょう。おい。おい。すぐにいいか、お前。これ抜けるでも、俺が9万になったらどうする。楽しいです。それもそれでありです。最後にありがとうございます。よろしくお願いします。はい。また見てね。お願いします。レースさん、レースさん、レースさん。じゃあお前何喋ってんの。